さてと、あとね、素粒子に戻らなければ、皆様方の、マトルシカに帰れない。と申しました。そうなんですけど、だからって、例えば原子爆弾、ご存知ですか？あれは、原子、皆さんはどう化学構造である、その、原子、最小単位ね。それを、要するに、核分裂していくようにさせるわけ。ね、それを、すごい圧をかけて、放射性物質みたいにしていくんです。で、それによって結局、原子がね、メルトしますよね。で、中の陽子、中性子が、電子も分かれ。で、陽子、中性子が飛び出す。陽子、中性子の中にあるもっと細かい素粒子も飛び出すわけ。そして皆様変えるんですけど、だからってね、人の星をね、核爆発で滅ぼさんといてね。自分らが帰りたいからって、なんで人の星を核爆発で壊すんよ。ひどい人たちやな、ね。ほんで、うちの星、うちの体で地球って、自分らが帰りたいからって、原子を全部核爆発でメルトさせて、全部素粒子に変えたいだとさ。しかもね、何もかもが皆様方の素粒子じゃなくて、ほとんどがうちの由来の素粒子やんか。それが今度皆様方のマトリョーシカにお邪魔するどころか。今度それ、司会士とかになったりするんちゃう？な？だからあかんねん。それだけの理由であかんのじゃないやろうけど、原子爆弾や原発や核爆発、要するに核分裂による皆様方が、皆様の素粒子が、要するに皆様方のマトリョーシカに帰りたい、云々の話は、完全に、間違ったやり方ってわかるでしょ？キリがない。司会者の試合、皆様方のマトリョーシカが今度、皆様方によって爆破された。うちというこの地球由来の素粒子が皆様方のマトリョーシカを台無しにしに行くやん。台無しにしちゃうねん。したくなくても。反省してもしちゃうねん。なんでやろうね。ほんまに。根性悪いんかなってちゃうで。それし根性悪ないで。な。そんな汚い方法で帰ったっちゅうのは絶対素粒子にね、記憶されるねん。思い出すからやんか。素粒子ってめっちゃ深い古いところまで思い出せるねんね。丸ごと一個の宇宙やねんか。ものすごい素粒子は、ほんとはすっごい知性とすっごい哲学と、すごい知識と、すっごい経験持ってるんやから。で、もちろん中にあるもの、ものすごい技術を誇ってんねん。